折りたたんだ、最の一脚一脚は、三脚より、簡易な指示装置である。初期の銃は、小型化した大砲とでも言うべきもので、腕の力だけで保持するには重かった。前奏銃であるために、迅速な装填のためには、立って操作する必要があり、加えて、この当時の兵士は鎧を着用していた。そのため、銃の重量を委託するための杖のような一脚が、用いられ、 兵の負担を減らした。銃が軽量化されていく過程で一脚は姿を消していったが、現在でも照準を安定させるためのアタッチメントとして用いられる場合がある。また、マタギの台、長江もこのように使われることがある。カメラ用具の一つで安定した撮影を簡易に行うための道具の一つ。雲台の直下に伸縮自在の一本足がついている。カメラで撮影を行う際や、 雲台に対応した望遠鏡で手ぶれを防ぐ際、機材を取り付けたまま地面に設置させて安定させるための器具である。場所の変更が三脚に比べて容易であり、時間をかけずに迅速に撮影できる。また、カメラの方向を瞬時に変えられるため、被写体の動きが激しいスポーツ写真に向いている。重く大きな高性能レンズを手持ちで用いる場合、 撮影場所が暗くシャッター速度が長くなる場合や、被写界深度を深く取るレンズを使用する場合に、緩用ようである。他に三脚を使っている撮影者が多い、撮影地などで立ち位置だけを確保した場合にも使用するが、この用途であれば三脚の足を畳むことで一脚の代わりとすることもできる。また、小型の三脚の足を手前に折り胸に押し当てたり、足を 脇の下に挟んでブレを軽減することも可能である。一脚は三脚の三点指示に対して一点指示である。ため、機材を手放しで使うことはできない。あくまでも手持ち撮影の補助用具である。近年ではほぼ同じサイズのコンパクト三脚が発売され始め、手ブレ補正機構付きカメラレンズが普及してきたため、使われなくなる傾向にある。しかし、 一脚はコンパクトかつ軽量で剣道性も高く、機動性の高さから映像の分野では広く使われている。足元にペダルが付いているものや足元だけ三脚になっているもの、三角用ストックを兼用するものなどもある。ありがとうございます。